久保さん。えー、プラチナカード。おめでとうございます。届いたみたいですね。はい、全部やってくれたみたいで、コンセルジュね。そう、まあ。あとね、BM ね。まあ、あと、ハンカチ王子、いろいろありましたけど。まあ、僕が今回のテーマは、うーん、何でも金に換えられるみたいなテーマにしましょうか。まあ、久保さんが今の生活あるのが YouTube って自分で言ってると思いますけど、僕もそうです。 こう間違いなくでも一般的に見るとねあの再生数ねあの少ないんですよだけど YouTube がなかったら僕の今の人生ないので生活ないので YouTube 神ですねでまあ一つ言わせていただくならばそのやっぱり商品を持つってことですね要は YouTube を一つのツールとして使う人生のツールもう人生のツールって っていうう形で使うなんか YouTuber の人ってとにかくその YouTuber をツールとして使ってるんじゃなくて YouTube 全てみたいな感じじゃないですか。なんかまあその わかりやすく言うと、YouTube の広告収入だけでなんとか飯食っていく。だつまり、再生数をとにかく追い続けないといけないっていうことですよね。とにかくとにかく毎回毎回再生数を追い続けないといけないっていう,う生活をしないといけないですよ。だつまり、ー YouTube にか、YouTube を雇ってるんじゃなくて、YouTube に雇われてるみたいな感じですね。イメージ的には。でも僕と久保さんの場合、多分ね、 YouTube を逆に雇ってんじゃないかなと、ただで。どう、どうすかねこの感覚。この言い回し。多分ね、ほとんどの人って、YouTuber の人って YouTube に雇われていて、YouTube のアルゴリズムをし、いつも見て、YouTube でバズってるのいつも見て、で YouTube が自分の生活の中心みたいな。僕も、久保さんも YouTube が生活の中心なんだけども、なんだろうな、その依存していない。 依存してるんだけど、なんかそのんだろうな,な。なんか違うんですよ。要は自分の好きなことを発信してでも、あのー、自由な暮らしができるで。その理由は何かっていうと自分の商品を持って自分の商品をセールスできるっていうことなんですよ。で、これから、まあサイトアフリエイトとかやってた人だったらわかると思いますし、まあ YouTube の人、YouTube のビジネス系 YouTuber もも,うもちろんみんな言ってるわけなんですけど、やっぱその依存っていうのが本当良くないと思います。 例えばサイトアフリエイトに関しても、そこに依存してたらアルゴリズムが変わった瞬間、毎回毎回そこに合わせていかないといけないっていうね。だ今まで上位検索されてたけども、いきなりその県外に落ちる。で、収入ほとんどないとか。YouTube に関しても、あ昔は行けた手法が、いきなりルールが変わってね、いきなり無理だったと。だ昔なんか本当にこれ、まあ、アンダーグラウンドですけど、今もあるっちゃあるんですよ。その、なんとか抜け出してなんとかやってるっていう人いるんですけど。 まあテレビ動画をパクってきてアップするみたいな。でも昔これで稼いでる人ガンガンいましたからね。十何年前。普通に <laughs>。でも昔緩かったんで、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ緩かったっすよ。うん。今もうめっちゃ厳しくなってますけど。だからまあ、それでね、稼いでた人は、YouTube に依存して、あこんなんで簡単に稼げるやんみたいな話ですね。エンドロール動画とかもそうですけど。だから、でも僕とか久保さんは別にそうなんか依存してないわけですよ。 自分のビジネスを持っているので、自分の商品を持っているので、仮にもし YouTube が規約が変わって、じゃあ、まあ、YouTube はなくなったとしても、多分できるんですよ。別に Facebook に移行すればいいだろうし、Facebook がなくなったら違うところに行けば移行すればいいし、そただツールとして使っているうん、って感じですね。うん。だからまあ、あ本当に自分のビジネスをやるっていうことが、まあ本当大事かなと思います。 別にその YouTuber として生きていくっていうのは悪くはないですけども、これからの時代は、まあ、戦国時代、えもっとかき戦国時代ですね。わかりますよね。芸能人だと戦っていかないといけないですよ。数、数集めって。数集め、芸能人と戦っていかないといけないんで、きつないっすか数集めは。多分数集めの戦国、あの、戦いで一般ピーポーが勝ち抜いていくのっていうのは、かなり至難の技だと思うんですね。 でしかもそのジャンルも、ジャンルもだいぶ出尽くしてる部分があるんで、だから例えばその釣り系のジャンルだったらもうその,あの釣りでバーンっていってる人がいて、ここを抜くのってきついだろうし、なんかいろんなジャンルでも群を抜いてる人ってもある程度出て出、ま、出回っちゃったわけですよ。そこで数取っていくっていうのが非常に難しいのかなと思いますね。まあでも無理ではないですよ。無理ではないですけど、かなり可能性的にはね きつい戦い戦になるのかなっていうだからやっぱその YouTube は使うけど YouTube に依存しない YouTube に雇われず YouTube を逆に使ってあげるっていうか使うビジネスの一部あの人生の一部として使ってあげるっていうところを使うっていうのが、まあ、これからの大事なとこかなと思いますねうんはいということで YouTube 使いましょういってらっしゃい